中国の対米大統領選挙工作は可能か。泥棒の立場になって考える防犯とありますが、まあ防犯の基本はですね、先ほどもちょっと申し上げた通りですね、泥棒の立場になって考える、具体的に言うと、まずその泥棒がどういう状況に置かれている人なのか、それからそこの泥棒が狙おうとしているその街の様子、街の様子によってだいぶ違いますよね。お互い隣近所で、よく知り合ってるとか、全く孤立してる家がいっぱいあるとか、それから平屋建てが多いのかマンションが多いのかとかですね、そういうのを考えながら行って、その地域に合わせた防犯対策というのがこれ必要なわけで、今回のこの選挙に関しても、まあちょっとそういうところをですね、まあ全部網羅するのは難しいんですけども、まあアメリカは私専門ではないんですけどもね、それに工作を仕掛ける中国側の立場からどうなのかというところをちょっと見てまいりました、というのはですね、これは皆さんにお伝えするその、一つのきっかけというのはこの1番をお願いします。はい、2万通の偽造免許証を差し押さえ、そうなんですね。これはもともと FOX ニュースというところでやってたところで、FOX ニュースってどっちかというと、トランプさん寄りですかね、アメリカの保守系のね、シカゴのお部屋空港、お部屋空港っていうんですかね、国際空港だけ で、ね、国際空港だけで、ここに書いてある通り、一発でじゃないんですけどね、1513件の国際貨物で19888枚の運転免許証などなどなんですね。これ運転免許証だけじゃなくて他の、偽造書、身分証明書みたいなのとかですね、身分を証明することができるアメリカの国内でその使えるようなものに関して、こんだけの数が来たと。ただこれしかもお部屋空国際空港だけです、だけです、アメリカの国際空港ってですね、ちょっと数えてみたらいくつあるのかなと思ったらですね、国際空港と名前が付くところだけで、私が数えたところでは19ぐらいあるんですね。ですからこれは本当に氷山の一角だと思いますね。でこれでこの FOX ニュースを元に、法銀行の関係の韓中国であるとか、それから大紀元とかですね、そちらの方がですね、これ大統領選に向けて、成りすまし投票、成りすまし投票とは書いてなかったんですけどね、そういう工作に使われる可能性があるみたいなことを書いてたんで、それは可能かどうかというところをちょっと調べてみました。逆に言うとどうやったらできるかなっていうのを中国側の立場として、私だったらこうやるよっていうところなんです、シミュレーションですね、シミュレーションですね、で3番お願いします。大統領選挙有権者の身分確認とありますが、投票登録する場合有効な運転免許証と社会保障番号、ソーシャルセキュリティナンバーってやつですよね、社会保障番号の下4桁の数字が必要、2、投票者が提示した1の情報と各州が管理する個人情報とが一致する必要あり、偽の運転免許証だけでは投票できないと、でここでできないというところで、なんだじゃあ大丈夫かじゃなくて、じゃあどうやったらできんのかと考えることが大切ですね、できないと言って、できない理由を探すよりも、できる方法を考えろって上司に皆さん言われたことがあるかと思いますけどね、前向きに参りますよ、逆に言うと住所とか投票者の住所とか、社会保障番号、これが手に入れば OK ですよね、でこのためにはですね、まず偽造免許証が、最も使いやすいその身分証明資料として、まず必要なんですけども、それが先ほど言った通り一つの空港からだけでもあんだけ見つかっているということは、もうかなりの数出回ってますね。私自身も日本国内に出回っている偽造免許証ずいぶん扱いましたんで、見てますけども、で少なくともですね、偽造免許証を使うときにはこれ条件があって、一つは、まず顔写真が必要ですよね、そこに載ってる顔写真、これは横向いたりとか、私のこうスナップ写真パシッと撮ったのをこれ載っけるわけにいかないんで、正面から撮った顔写真ってこれなかなかないんですよ。皆さんもそれぞれ自分が今まで撮ったその写真というのを、例えば Facebook であるとかそういうのでこう見てみると、真正面から真面目な顔して撮ってるこういう写真ってないと思うんですよね。大体こう笑ってたりとか、友達と一緒にねってこうやって写ってたりとか、そういう写真ばっかりなんで、これはやっぱりそれ専用に撮っておかないと、まずその写真をゲットしないとダメっていうのが一つ、それから作る時において、一発でバレるような完成度の低いやつではダメですね、それともう一つこれが問題なんですけども、その写真に写ってる人が使わないとダメ、要するに
その写真をの本人のところにその偽造免許証を届けるルートがないとこれダメですよ、ね、そうでないとこれ使えないんですよ、それを全部クリアした上で、どういう、まあ、クリアするのも大変なんですけど、それをどういうふうにやるかというところで、4番の方をお願いします。実はすでに個人情報はゲット済み、はい、2017年、米国の三大信用調査会社の一つエキファックス、大手信用報告書作成企業が5月から7月にかけて1億4300万人分の重要個人情報が流出した可能性があると発表、はい、この時に漏洩した内容が個人の氏名、生年月日、住所、社会保障番号、一部の運転免許証番号、クレジットカード番号など20万9000件近くですね、うんうん、アメリカの人口って2018年の段階で3億2000万人ぐらいだと思いますけども、そのうち の、まあ、件数でいうと約半分ぐらいはもう出ちゃってると。件数じゃない、これ2万人分って書いてありますからね、1億4300万人分の個人情報が出ちゃってるということは、さっき言ったその偽造免許証、あれはもともと免許証だけじゃないですけども、写真が入ってたわけで、本人に届けるルートがあるから写真入りで作れたわけですよね、ということはその本人が件名に書いてある住所は嘘だとしても、全く別人のやつを持ってきたとしても、その写真に写ってる人の住所はある程度どっかの段階で、この組織的などっかの段階で把握できてるから、その人のところに届けることができるからあれがあるわけで、あとはその住所を把握しているわけですから、あとは個人情報、その中に写っている人の、要するになりすました写真以外 の、 名前のところとかですね、そこの社会保障番号をどうするかって、これクリアしちゃったら、その人になりすまして、これは投票に行けないことはないですね。投票所の方では先ほども書いてある通り、その社会保障番号の下4桁と、あと、まあ身分確認でそれ見ますからね、でところが写真は明らかに本人じゃない人が持っていっても、その県民に書いてある人が実在してその地域にいるんであれば、投票できないことはないし、写真自体もこういった端末をね、選挙投票所にこれ持ち込んでこうやって顔写真に照合するのかとか、ちょっとそこら辺私分からなかったんですけども、それがないとこれはなりすましい選挙投票が可能になってしまうんじゃないのかなというような感じはいたしますね。ここまでの坂東さんの話、藤井さんいかがですか？いやその通りで、さすがに元の刑事さんもディテールをですね追求してリアリティがあって、はい、本当にそうだと思います。それでね、ただしなんですよ、ただしアメリカの投票所でも緩いところだと、事前ので有権者登録してなくても投票できちゃうところあるんですよ、でそこで見るのはドライバーズライセンスだけ、まあ、そういう緩いところもあるんですね、で大体この民主党系のところとかそういうところで、それこそ違法滞在外国人が来ても、それで当然投票させちゃうなんてところもあるんですよ。だから身分、ドライバーズライセンスだけあれば顔写真と一致してからいいだろうって、逸話ですけど、私の知ってる人で、日本人ですよ、はい、アメリカ国民じゃないですよ、アメリカの大統領選挙で投票してきたってやつがいるんだよ。できちゃったんですね。できちゃった、その人は向こうで働いてるから、ドライバーズライセンスを持ってるわけよ、でそれだけ見て、行ってね、見学に行ったのしたら、ドライバーズライセンスしか見てないから、できんのかなと思って出してみたら、それだけでいいですよって、事前の有権者登録も何もないんですよ。いいですよじゃないですよ、ね、そういう言いかけのところもいっぱいあるってところがミソなんだよね、これ。だから、その僕もね、この偽の偽造免許証差し押さえのニュース見たときに、あ、これはもう選挙で大量に使われうるなと。そうなりますよね。まあ、厳しいところでも、今、坂東さんが言ったようなことをやればですね、はい、できちゃう。それからソーシャルセキュリティの番号っていうのは、社会保障番号っていうのは非常に簡単に取れるもんです。で、僕の知ってる、ベトナム人で、3つ社会保障番号持ってるのいましたよ。3つも。で、そうですか。それ、名前の書き方が、ベトナム人も姓が初めに来て、次に名前来るんですよ。そしたら、入り口に、アメリカ風に変えなきゃいけないって言ったら、それでまた別の名前登録して、自分の
あそのまた 別の番号もらって、なんか3種類持ってましたよ。だから1人1票と買いですもんね。だからその簡単に取れちゃうんですよ、ソーシャルセキュリティ番号っていうのは。行って登録すればいいから、合法的に滞在してる人だったら、もちろん市民じゃなくても、例えば私だったら大学のキャンパスでとか仕事を、やってましたから、大学の助手とか、だからやっぱり必要なんですよね、税金を納めなきゃいけないからね。だから非常に簡単に、まあ、少なくとも私がいる頃は非常に簡単に取れるもんでした。行って登録すればいいだけだから、ますますその嘘、偽、偽造運転免許証と合わせたらですね、いろんなことできちゃうんですよね。そうですね、随分ざると言いますかね、でここからはですね、実は相手の立場に立った防犯なんですよ、5番をお願いします。私が中国のこういった工作を指揮する立場だったらどんな課題があるかというところなんですよ、これをクリアされたらアウトというところなんですね。ですね、実在の人物の住所の近くにいる協力志願者、なりすまし有権者を探す、身分証偽造のため協力志願者に顔データを送らせる、報酬の提示が必要。そうですね、そしてアメリカ国内でこれ製造させる、これなんでかと言いますとですね、今回見つかったやつ、今日本でも同じことをやれば捕まるわけなんですけども、偽物を送ってきてるから捕まるわけですよ、偽物の例えばホログラムのシールだけ、送ってきたら捕まらないんですよね、偽物じゃないから、偽物の部品であってホログラムのシールですからということで、法律の不備をついてですね、そういうことを実際にやってたやつがいたんですよ、まあ、それもちゃんと追跡して捕まえましたけども、そういうことがあるんで、中国国内中国で作った丸ごとを送ってくるんじゃなくて、いかにしてバレないようにそれを国内で作って配布するかっていうところとかですね、そういったものが問題になってきたりとかですね、あとはその成りすまし身分証の受け渡しルート、そうですね、人材を確保する、はい、これは郵送でやったりする場合もありますけども、でも本当にその本人にしっかりと渡すっていうためには、その件名に書いてある写真と受け取りに来た人の顔写真を合わせて、中身は他の名前とか嘘であってもそれが合ってればもう使えますから、それを押さえるのが必要。それからこの無知まではですね、アメリカ人に対してこれいらないと思うんですけども、送金方法なんですね、要するにそれを持ってこういうことをしたら、ご褒美が振り込まれますよ、ギャラですね、ギャラですね、それを確立することが中国の工作を仕掛ける側として私は必要なんではないのかなと思うんですけどもね、ですからこういう次のようなことについて皆さんにもこれ気をつけていただきたいということで、6番をお願いします。どうやって協力者を見つけるかって言ったら、今簡単なんですよ、これマーケティングと同じ方法でこれ抽出していけますんでね、例えばですよ、記事のなんかこうトランプに不利な記事を見つけたら、それに一文添えて、トランプ落選みたいな、こういう何でもいいんです、これはそういうようなハッシュタグをつけて、アップするように呼びかける。そうするとみんなわーっとアップしますよね、反対派は、ただこれアップしてるのはこれ親中派じゃなくて反トランプですからね、でその中で今度そのハッシュタグ検索して誰がつぶやいてるか、誰がそれ拡散してるかっていうと、これ一発で分かりますよね、でその中から、反トランプの中でもさらに親中派的なインフルエンサーを抽出しなきゃいけない。次第にふるいにかけていく。そうです、ふるいにかけるんです。ただの親中じゃなくて、そこから情報発信力のあるインフルエンサーを抽出していって、さらにそのインフルエンサーの過去記事などから協力者として接触可能のがどうかをこれ見ていかなきゃいけない。結局ですね、どんなに技術が進歩してもですね、これが傍聴側もそうなんですけどね、やっぱり接触しないとダメなんですよ、いくらお金振り込んでても、お金でつながっている人脈なんていうのは、よりでかい金が来たらそれ崩れるかもしれませんので、その人間にきちんと会って弱みを握って、それと美味しいところも出してと、だからこの段階まで来ると、アメとムチ両方必要になってくるんですね、で協力要請と弱みの把握、うまみの提示、で問題なのは、こういうふうにして日本でもピックアップされる可能性はあります、まあ、ここでハッシュタグつけるっていうこの段階でもですね、そういった反トランプ的な記事、まあ、これは反トランプだけに限らないですよ、そういったものに相手の要求に応じた記事を探して、またこのハッシュタグをつけて発信するっていうだけでも普通の人はやらないわけですから、そういった
条件がいくつかあればそれをクリアするだけの人たちが反応して、そこからインフルエンサーが抽出されるということになってきて、こうやって協力者っていうのは向こうの方でこうやって一生懸命探してます。ですからこれに引っかからないように、そこでお金を受け取ったりすると、さっき冒頭でも申し上げましたけどもね、自分が受け取らなくても実家の方に行ったりとかします。で、工作っていうのは大体工作かけたよ本人にいきなりとか普通はあんまり来ないですね。特に地位がある人の場合にはその友達とかですね、その奥さんの方からこう近寄っていって、奥さんが旦那に紹介してくれてご縁ができてと、自然な形をいっぱいこれ想定するわけですよ。外堀から埋めていく、そうです。そういう風になってきますんで、その時にお金を受け取ったっていう事実はですね、後でこれはアメでもありながら、後で無知になる可能性が同時に無知であるというありますね。はい。でこれ日本でのですね、これ逆にこれなんでこれをお伝えしたかっていうと、まずアメリカの関係についてはですね、これ言っちゃったら真似すんじゃねえのかっていう人がいるかもしれないですけども、アメリカの目的は私は、トランプ落選とか、ブッシュ当選ではないと思います。まあ、それができたらいいのかもしれないんですけども、要するに先ほど藤井先生がおっしゃったみたいに、選挙制度の、信用をなくすこと、それと混乱ですね。バイデン当選ではなくて、バイデン当選にこだわらずに混乱させれば勝ちです。もう実際にアメリカの中でその、なんていうんですかね、NFAC、NFAC って読むんですかね、そういう団体がこれ武装、黒人の武装団体がですね、あちこちの街で行進してるわけですよ。実弾込めてフル装備で歩いてるんです。でこの間ケンタッキー州だったかどっかと思います、ちょっと間違えてたらすいません、実弾込めて歩いてたら暴発して隣にいたやつら3人ぐらい撃っちゃったらしいんですよ。撃ったんだけども、幸いにも死ぬ人はいなかったんだけど、怪我しちゃったと。 NFAC ですか。はい。でこれは逆に言うと、もうそういった反トランプ陣営が完全装備で防弾チョッキも着て、自動小銃も持って、集団で実弾込めて歩いてる状態なんですよね。ですから何もトランプが落選とか、バイデンが当選じゃなくて、どっちにしても混乱する方法を仕掛ければ、こういうややこしいことしなくてもいいわけですよね。具体的に言うと、公的な選挙機関、選挙の発表する機関がですね、うちの州ではこう実はバイデンが投票し、バイデン派が勝ちました、で これを全部全米で集計していくと、どうバイデン勝ちそうですみたいなことをちょっと言ってもらう。実際にはそうはない、そうにはならないはずだと私は思ってますけどね。その発表するところがそういうふうに言った後に、いや実は票数えましたらトランプさんの方が多かったですって言った段階で、その段階でもうバイデン派の方としては、なんだ俺たちの方が多かったんじゃねえのか、工作じゃねえのかってお互いに言って大混乱になって、さっき言ったみたいなその、NFAC っていうんですか、 NFAC、この団体が、日本語に訳すと、バカなことはやめろ連合みたいな、なんかそんな名前になるらしいんですけどね、こういった団体、それからこれに対抗するもともとあった白人のそういう武装団体っていうのがこれありますんで、そういったところからぐっちゃぐちゃになっていくんじゃないのかなという感じがしますね。で日本国内でこれ皆さんこういう工作に合わないためにちょっとお話ししておきたいのが7番お願いします、はい、日本国内にもこういう免許もう来てます、来てますとか出てます。身分証明書類偽造、はいはいですね。これ私がやってた段階のお話を参考にしますとですね、まず入力フォームが CD に焼かれて、もう出てます。だから作りたい人のその免許証が欲しいっていう人の名前と住所、本人が希望している住所とかを打ち込むと、ちゃんと印刷してピロンと紙が出てくるように、もう入力フォームがもう出てて、もうずいぶん前から私が警察やってた辞める頃にはもう出てましたね。でその他にその日本の免許には漢字とひらがなが必要なんで、これ南米系がもうやってたんですけども、自分でやっておきながら当たってるかどうか分かんないんですよ。例えば表側には杉並区長のハンコが押してあるのに、裏側には杉並区長のハンコが押してあるのに、住所が別の港区だったとかですね、そういう間違いは南米系分かりませんので、そこら辺漢字が読める中国人が絡んでることが圧倒的に多いですね。で間違いが多いと、それからホログラムシールですね、これがついてれば OK と、その私が辞める頃の警察官はやっぱホログラムシール